はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで MRZ さんからご依頼です。はい、ミューコレをね、サッカーのミューコレですね。これを5個ですね。1、2、3。ね、カイ君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 ですね。なんか活躍したみたいでね。マウントもね、活躍したということで。この間ね、フレームオート出しましたもんね。こうでいいかな。これですよね。で、開けていきます。で、ミューコレはね、在庫5個でしたが、まあ、ちょうど MRZ さんが全部購入していただいたので、これで一旦終了ですね。まあ、再入荷できなくはないので、まあ、ちょっとでも2週間、1週間、2週間普通にかかりますね。はい。お、開君スタートだ。チェルシーね。で、ビニシウス。ホデン。パラレル。お、クリロナ。5975?5975ですね。クリロナ。サインか。そうだね。お、デストです。50シリ、4の50。はい。いきなりデストのサイン来ました。で、オートメモラ。誰だ?ルイス・アルベルト。ね。はい。で、その50シリとアルベルト22の75ですね。で、ジャージがありますよね。あ、フェリックス2475。ちょっと待って。で、最後のベースは、猫くん。猫ウィリアムスね。そこそこ人気のようですよね。はい。ジャージ1、パラレル1、ベースですね。クリロナ。ちょっと待ってください。で、2つ目。オーブナー。まあ、こういう商品はね、まあ、お店を信用するかしないかの、まあ、うちご利用なさってない方はね、信用してない方ですから、要は。なかなかこういうね、あ、そしたら来たわ。フレーム持ってきました。はい、ハーランド。で、ライアンさんもそこそこなルーキーだったような気がします。3、4番手ぐらい。この商品で。ハーランドのベースでもそこそこいいはずです。で、クリロナ再び。パラレルは、あ、何色だこれは。オレンジ?はい。ファンデビークさん。8899。で、フレモトスね。誰でしょうか。誰だ?お、酒井さん。酒 井さん。25シリ。6の25。こういうサインなんですね。はい。ヒロキなのかな?サカイな。どっちなんでしょうね。あ、その下見ちゃったけど、マリック・ティルマン。ルーキー50枚限定の40番ですね。ちょっと、サカイさんはフレーム別に。で、ギルモア。うっすらルーキーついてるのね、メモラは。はい、キミヒとなりました。はい。で、次です。スッと。はい、3つ目です。スターリング。ムシエラっていうの?ムシアラ、ムシエラ。ルキーですね。で、これレジェンドですよね。で、青パラ。水色パラ。はい。ジュリアン・バーナットさん。10の75。で、サインは、
オナーナ 21-50 で、オートメモラ、ん、あ、トリンカオさんでいいのかちょっと分かりませんが、バルサのルーキーですね。シリアル 51-75、 めっちゃサインがね丁寧ですね、うん、トリンカオ FF なのかな、フランシスコだからね。はい、でケネス・テイラー50シリ、バペ、これはパッチなのかちょっと分かりませんけどね、うん、こういう部分バベで4箱目で、今日なるべく発送できるようにします。もう今5時、まだ25分なんですけど、ちょっとカードの片付けに時間がかかるので、はい、メッシュ、はい、フェルミーノ、ムシアラさん、また2枚目ですね。あ、赤パラだ。赤なんだっけ ?25? 誰だ、ルキだ。25シリ1番ですね。はい。枯れたか。そんな普通に言わないよね。はい。で、サインは、エイケさん。4-250、ルーキーですね。で、オートメモラは、なんつうんだろうね、ナキさん、ナチさん、ナキさん、どっちでしょうね、両方違かった。15-250で、デイビーズですね。で、最後のベースはプリちゃんで、ラストです。これです。はい、トラオレさん、ファティ、クリロナパラレル含めて3枚目、黄色、あ、エイケさん、彼どうなんですかね。36-50で、オート、あ、ロベカル75シリの40番ですね。エイケ君って何年生まれ、あ、2001年生まれ、あ、まだまだこれからっすね、うん、ポジションはミッドフィルダー、5フィート10、うん、なるほど。はい、ロベカル来ました。で、この下75シリ、メンディーですね。はい、なんかいいキーパーなんでしょ、メンディーね。あ、優勝したの、出てたね。はい、ロベカルとメンディー49-75です。で、ジャージ、はい、ダニさん、これ99で、最後のベースがファンデビックとなりました。はい、ということで、一応フレームオートがね、1枚ね、残ってましたね。まあ、ケースに結構ありますよ。あ、180がないので、あ、240。これだ。240にちょっと入れておきます。カード取り出すときね、お気をつけください。酒井さんです。酒井さん、初めて見ました。うん、フレームオート。はい、ということで、またちょっと再入荷させるかちょっと微妙なんですよね。今月いろいろサッカーが出るので、どうしようかなと。また機会があったらね、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。じゃあ、ポーカーですね、合計5回やります。はい、右が MRZ さん、5回いきます。あ、3回押します。1 2 3、まずはエースのワピャ、はい、店長、1 2 3、
あ、スリーカード来ちゃいました。11のスリーカード。ね。マルゼさんがエースのワンペンですね。はい。じゃあ2回目、2箱目分です。ワン、ツー、スリー。ノーハンドですね。はい。じゃあ3箱目分。ワン、ツー、スリー。ノーハンドですね。はい。で、4箱目分。ワン、ツー、スリー。10のワンペアですね。はい、店長いきます。ワン、ツー、スリー。ノーハンド。はい。ってことで、MRZ さん1勝、4箱目で1勝しました。はい。これが88の八村選手のルーキーカードですね。32の88。こちら一緒にお送りします。で、5箱目がありますので、はい、いきます。はい、じゃあ5箱目です。ワン、ツー、スリー。11のワンペア。ですね、はい、十分勝機はありますね。はい、店長、ワン、ツー、スリー。はい、そのまま、はい、申し訳ないです。はい、ということで、まあ一勝してね、いいですよね、これスタジオフォトでね、うん、NBA ティップオフの時ですか、19-20シーズンね、うん、はい、ルーキーカード88枚限定、シリアルが入ってますから。はい、ということでこちらでお送りいたします。はい、ありがとうございました。